はい、どうもナウです。今回は事故から3日経ちましたシーサイドラインに乗車をしていきたいと思います。前回のブルーラインの動画の引き続きということでお送りしていきたいと思います。特に1日乗車券を購入するわけでもなく片道乗車するだけですので、とりあえず乗車券を買いましょう。なかなか駅から近くなったようで、2ヶ月前にこの新駅開業したらしいですね。新駅というか、まあ、新駅舎ですね。今こちらが運賃表です。クソ高いです。310円、310円、25分乗って310円。の割に子供料金が気持ち悪いほど安いんですね。まあ仕方なく買いましたので、こちらの方に乗って金沢八景から新杉田まで向かいます。ちょうど電車来ましたね。ということでこいつに乗り込んでいきましょう。はい、各車両一同ですね。ギリカ梅と同じような感じですね。関西の方に、関西中か、まあ名古屋の方にリニモがあったりするんですけれども、今度それにも乗ってみたいですね。で ATO から手動の ATS の方に切り替えていきます。その作業をしているところですね。運転手さんも慌ただしく作業しています。まあ、何せ折り返し時間が全然ないので。では出発です。有人運転で出発になります。なかなかの加速ですね。今の自動放送のお声は関東ではよく耳にするものです。でこちらが旧金沢八景駅です。電車で行くと30秒ほどしかないので、なぜここに立ってしまったのか逆に疑問です。英語放送に関しては初めて耳にするものですね。おお、加速する、すごい加速なんですね。横の映像ちょっと取り忘れてしまったので、ちょっとお伝えできないかと思うんですけれども、えぐい加速です。自動運転じゃない割に停止位置はバッチリなんですね。さすが人間の力はすごいものです。そして野島公園と海の公園南口間で電車のすれ違います。この他にも2本ほどすれ違ったかなと思いますけれども、まあ運転感覚というか、まあ電車の本数自体が6割ぐらいに減少しているので仕方ないかなと思います。そして電車は八景島に到着します。八景島シーパラダイスの最寄り駅なんですけれども、全く見えませんでした。でこのね、えぐいカーブがあるんですね。こんな急カーブを40キロで通過できるんだから、なかなかですよね。そしてこの駅名がすごいんですよ。ここ次大医学部、学部が駅名になるなんて相当ですよね。そしてまたもう一本電車のすれ違いましたけれども、ここは本牧区。さあ皆さん言わずと知れた京浜工業地帯です。産業振興センター、多分目の前に見えてるのが産業振興センターなんでしょうね。なるほど、あそこで文明堂のカステラが生産されているんですね。あそこ本当に美味しいですよね。そして一番目の真ん中に見えているあの鉄塔がですね、火力発電所になります。さあもう一度お伝えしますけれども、停止位置はバッチリです。本当にぴったりなんですね。すごいですね、人の技術っていうのは。そして新交通システムとしてはなかなか珍しい鉄橋を渡ります。まあ、だからどうということはありません。シーサイドライン唯一の車庫を保有する駅、並木中央駅です。ここが以上最大の駅ということになっておりまして、ここにも、指令所があります。並木中央が沿線最大の住宅地ということもありまして、かなり混雑してきた上に運転手さんの運転かなり荒くなってきましたので、全然取ってませんでした。そして終点の新杉田駅ですけれども、何もないのに進入速度は20キロです。まあ厳重注意をするのも当たり前なんでしょうけれども、ドアの案内はつくばエクスプレス、乗り換えの案内は東急東横線みたいな感じですね。いろいろ混ざってます。そして終点の新杉田駅に到着しました。もうこれ以上はやらかさないぞという気持ちでぴったり停車してまいりました。そしてこちら通しましょう。310円は高いですね、やっぱり。はい、
ということで、シーサイドラインは本数を減らしながらも普通に運行していました。全く問題ありません。ということで、ご視聴ありがとうございました。